知って得する情報をお届けする四字得プレゼンターのコーナーです。スタジオの皆さん、鼻から息を吸って、あ、いい香りがしますね。スタジオが包まれていたわけなんですけれども、その訳も分かってくると思います。あの匂い、あの香りですよ。そんな永井さんは、じゃあ鶏料理しますか、普段から。しますよ。私鶏肉大好きなので、あのバターとニンニクとタイムや、はい、タイムやローズマリーとか、あら、おしゃれで一緒に焼いてソテーしてます。永井さん、私も一緒です。タイムとかローズマリーとかね。正しいお越しをしてまいりました。この方に今回は鶏肉料理についてもいろいろ聞いていきたいと思います。宮崎組合チキンフーズのこの方、自己紹介お願いします。はい、宮崎組合チキンフーズ入社1年目生産管理課の内山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今自己紹介にもありましたが、入社1年目ということで、会社の雰囲気などいかがですか。はい、非常に和気あいあいとしていて、とても働きやすいです。あ、いいですね。そんな内山さんにいろんなこと聞いていきたいと思いますが、まずは宮崎組合チキンフーズ、どんなところなんですか。はい、宮崎組合チキンフーズは JA グループの一員として、生産者とともに安心安全そして美味しい鶏肉を生産しています。事業所数は直営農場2つ、食品工場2つ、孵化場1つになります。また契約農場が県内に176農場あります。宮崎県産の新鮮な鶏肉を皆様にご提供するために、最新鋭の機械そして熟練した技術者の作業によって、1日およそ14万羽の鶏肉製造を行っています。すごい数ですね。はい、そして現在およそ820名の社員スタッフが、厳重なチェック体制の中、鶏肉の鮮度を損なわないように速やかに製造やパッキングを行い、異物混入検査などの最終チェックを受けて、一つ一つ丁寧に箱詰めをして出荷しています。なるほど、徹底した衛生管理だったんです。品質管理、こういったことがあるからこそ安心安全で安定した品質が生まれるというわけなんですよね。チキンと、はい、また県内外はもちろん、香港やベトナムを中心とした海外への輸出も強化して、さらなる事業拡大を図っています。宮崎の鶏肉、チキンがワールドに羽ばたいていくわけですよね。で、今回は内山さんに鶏肉を使った美味しい簡単な料理をご紹介いただきます。その名もバン、はい、ささみを使ったフライパンささみ焼き鳥です。焼き鳥をフライパンで、名前が美味しそう。名前が美味しそう、簡単そう。そうなんですよ。で、その内山さんも普段からお料理されるんですよね。はい、どんな料理するんですか。はい、美味しい鶏肉を使った料理をたくさんしています。真面目にチキンとしてますね。そうですね、初対ですね。早速作り方見ていきましょう。教えてください。はい、筋を除いたささみを竹串に刺して、酒大さじ1、そして塩を少々振ります。ささみの筋を抜くっていうのが大切ですね。次に薄くサラダ油を引いたフライパンにささみを並べて蓋をします。弱火で3分蒸し焼きにします。その後、ささみを裏返し、再び弱火で3分蒸し焼きにします。いい色、弱火でじっくりがポイントですね。完成したものがこちらです。美味しそう。で、味が2種類ありますが、1つずつご紹介ください。まずは梅干しの種を除いて、包丁で叩いたペースト状の梅を表面に塗り、千切りした大葉をトッピングしたものが1つ、続いては明太子マヨネーズを合わせたものを表面に塗って、万能ネギを散らしたものになります。いや、どちらも美味しそうですけれども、ここでスタジオの皆さん、ただでは食べさせません。クイズです。このクイズに正解した方がこのささみ焼き鳥食べられるということで、早速いきましょう。問題を内山さん、お願いします。はい、ささみはある形に似ていることからその名前がつきました。さて、何の形に似ているでしょうか。1、笹の葉、2、シソの葉、3、イチョウの葉。はい、3つ出ましたけれども、
はい、市川さんのお札がございますので、皆さんじゃあ決めました？大丈夫ですか？じゃあ一斉にいきますよ。せーの、はい。チキンと。お、違う。ボーさん1番。長井さん1番。岡本さんが3番。そうですね。多分笹が一番最初に来るっていうのは引っ掛けだと思っているので。見た感じ、胃腸に似てませんか、だって。なるほど。ちょっと似てくれてますね。この疑いがどういう風に結果に出るのか、じゃあ正解いきましょうか。岡本さん、お願いします。正解は1番の笹の葉です。やっぱり素直が1番。素直が1番です。結局ですね、どんな理由なんですか。鶏肉のささみの名前はささみに由来すると言われています。ささみは胸肉の内側の部分の肉で、1羽の鶏から少ししか取れない部位です。なるほどね。形が笹の葉っぱに似ていることからささみと名付けられました。鶏肉の中で最も脂肪が少なく、タンパク質を多く含んでいます。なるほど、いろんな情報も盛り込まれたところで、じゃあ正解したお二方どうぞ。やった。永井さん、じゃあ梅食べてください。梅です。じゃあ天体マヨ、いただきます。ちょうど4つあるので1本じゃない。ダメです、ダメです。ダメですか。はい、すごく柔らかくて、柔らかい、梅との相性もいいし、ふわふわしてる。でもしっかりお酒も、ね、入れて蒸して、じっくり蒸したというのがいい。すごい。もうさん、いかがですか。全然私ね、この明太マヨ、はい、合うね。合いますね。もうこんばんは、これでもうキュッと。あ、いい。酒飲みが最高じゃないですか、ね、これ。お家で居酒屋ですね。そうそうそう。二問目いきましょう。二問目。二問目ないです。残念です。ないんですか。はいはい。ない。やっぱそうですね。人生もチキンとまっすぐに疑わずにでございますね。疑わずにですね。美味しく召し上がって。今回ご紹介したレシピどこで見られますか、ジャムさん。はい、今回ご紹介しました料理以外にもチキンフーズのホームページでは鶏料理の美味しいレシピをご紹介しています。ぜひ今夜の一品の参考にしてください。はい、皆さんも今日鶏料理でのご飯決まりですね。美味しそうですね。内山さん、いろんなご紹介ありがとうございました。帰ったら作ります。ありがとうございました。以上、吉徳プレゼンターでした。